では番について解説を始めますこの155番はえ直列並列を組み合わせたえ3つの電解層の電気分解に関わる問題ですえ図をちょっと整理してみましょうえー テキストに出ている図を簡単にちょっと色分けして書いてみました。基本的には並列の回路に関しては、回路全体というのはこの緑のイメージになります。そして、並列ですので、電解層 A の側が回路1、それから電解層の B と C の側が回路2として並列回路になります。ちなみに、 B と C に関しては直列配列ということになっておりますでは問題にいきましょう一番回路1および回路2に流れた電気量はそれぞれ何クーロンか計算せよという問題ですすでにここにありますように電解層 B の陰極で5 4ムの質量増加というデータが与えられてますのでまた 回路全体の方は5アンペアの電流が64分20秒という電流の強さと時間が与えられていますので、回路全体の電気量も計算でき、回路にを流れる電気量も計算できる。ちなみに電気量に関しては、 ここに記しましたように、並列の場合は、回路全体を流れた電気量というのは、並列のそれぞれ、回路1並びに回路2に流れた電気量の合計という形になります。電解性でいうと、A と B または C。B と C は同じですので、それの合計がと、回路全体に流れた電気量になります。 また問いの位置に入る前に今こちらの方にはそれぞれの電極で起こる変化を一応ピックアップして書いてございますそれも自分で書けるようにはなっておいてくださいでは話を戻して1番に戻ります先ほど言いましたように回路全体の電気炉というのは電流の強さと時間が与えられていますので単純に こんな式で計算することができます。えー、特に問題はないかと思います。一万九千三百クロン。従いまして有効数字三桁となっておりますから、えー、それはちょっとイメージしておいてください。えー、なお電子のモル数ではちょうど零点二ゼロゼロモル分に相当します。これが回路全体を流れた電気量。これに対し先ほどの電解層 B の質量増加から回路2の電気量が求まります。それをやってみましょう。えここに示しましたように5.40グラムの質量増加ですがこれは銀の反応ということになりますのでこれですね。 えー、銀イオン1個が電子1個受け取って銀が1個積出するえつまり 1mol の電子が流れたら 1mol の銀が積出することになりますので、えー、5, 5 4ムのお質量増加というのはあ銀の mol 数に直しますとちょうど 0.0500mol ということになりますので流れた電子が0 0 500モルこれを電気量に直しますと、えー、ファラデー定数とそのもの数を掛け算した 4.825×10 の3乗。これ有効数字3桁に丸めますので、4.83×10 の3乗空論。これが回路2の電気量になります。えー、従いまして回路1の方は全体からこれを引くということになりますので、 この引き算をして、やはり有効数字3桁に丸めれば 1.45×10 の4乗空論。これがそれぞれの回路の流れた電気量ということになります。ちなみに回路1では電子は0.150モル分、回路2では0.0500モル分、回路全体では0.200モル分の電子が流れたことになります。